ゆっくりしていってね。あれ、カメラ映ってる。やべ、素顔出ちゃったよ。と、茶番はさておき、他の方々のところでも散見されたバグに私も遭遇しました。戻ったね。どうも GF です。前回使用したゆっくり霊夢会は動画編集の時点では気になりませんでしたが、あまりに顔の面積が大きすぎたのでコメント返信のコーナーでだけ使うようにします。今回のパーク構成はバベチリ、ルイン、不協和音、囁きです。私のガバ音密だと、こちらがゴスペだと気づかれたら発電機から離れていくサバが多いので、それを逆手に取って、発電機から手を離させ進捗状態を交代させる構成です。不協和音がシュラインに出た時のツイートで、このパークはレベル1で止めておいた方が通知が8秒ごとに来るようになるのでいい、とのコメントを見たので、私もレベル1で止めておきました。あそこの黄色い発電機、不協和音の通知によれば2人以上で直してるね。よし。気づいたか、逃げるがいいよ。ダブルでマーキングできたね。足跡を追います。見つけた。ミス。必殺回転切り、教えてくれた人ありがとう。すんごい通知バンバン来るね。バベチリで捕捉、船の上だね。ルインがあるから発電機蹴れないんだった。いつも蹴ってるから癖って怖いね。クロちゃん気づいてないのかな？よし。ミンちゃんが救助されたね。バベチリで捕捉、船の上だ。いないな。蹴れないことをまた忘れてる。見られてる。救助来てるね。船が出るぞ。おお、スミス君発見。マーキング完了。
電されたね。救助早いな。プレイ中は気づかなかったけど、クロちゃんここで起きてるね。そしてスミス君の回復が早い。封印退場。落下中に攻撃モーション入れると落下が速くなると防寒国長さんがおっしゃっていましたね。バンバン当てられる。回転切り。封印が退場したので、ヒット。救助来たね。いるね。おとりは任せた、てか。届かない。このミンチャン釣れればバベチリ完成。モロコヤの板は倒させて割った方が予想ですね。ヒビガバガバペイントもどき。かからんわな。練習が必要そうだ。我ながらよく見えたな、今の。見られてる。早とちり、そして痛い。悔しいです。残り1台か、今まで6に調べなかったけど、マップの発電機は合計で7台らしいですね。最後の1台が3択になるのか。ゲロー。
こっちも。逃げてった。今のもなぜ見えたのか自分でもわからん。みんちゃんの声が。悔しいです。またもはやとちり。ハッシュタグ、覚えておこう。焦りすぎ。オッケー。フッ、破壊班出動。そうはいかんざき。このミンちゃんだけ未だに釣れない。翻弄されてますね。やっと仕留めた。よし、バベチリ完成。ケロウ、ロッカーの音が。こちらでしたか。ラストだったか、なら一番奥じゃなくてもよかったね。ケロウ、ゲージを貯めて寸止め。
やってしまった。瞬間って怖い。ハッチはここの下だったよね。なんと。滑り込みセーフってか。ガバキラーですが、プレステージ3まで回した証として、血まみれのマスクだけ被ってます。割とジャイアントキリングでしたね。切断されたものと思ったので、通報してしまった。ではでは。ええぞ、おお、当てられるじゃないか。マウスをひねって回転切りすることで対応できる、と教えていただきました。これまで旋回だけはどうしても苦手だったので感謝です。煽って即ダウンでしかももがかない、流れるような自殺。ゲージ見てたら自殺直前に救助されて阻止されてたの笑えました。こいつもがかないし自殺すんじゃね。意外にももがいて耐えてましたね。PS ロッカーほんと嫌いやわく。厄介ですが、仕様である以上仕方ないです。精進が足りないのかもしれませんが、個人的にはパレットバンバン当てられる方がヘイトがたまります。間に合うか、だよねー。先に釣ってからめめればギリギリ間に合ったか。結果論だからわからんけど。いざとなると焦りが出ます。万人で4人やるならコラプス時間切れ狙いした方がいい。ゲージ半分以下の状態で全員起きてたら成立。血の万人は1分切ってからやるのがいいぞ。コラプスについてググってみました。誰か釣ってるか這いずり状態だと時間切れまで最大4分。なのでゲージが灰色の時なら4分の1の時点で1分で、そうでないゲージがオレンジの時なら半分で1分みたいですね。時間切れ狙いでも決まればめちゃ気持ち良さそうです。狙いすぎて逃がす、あるある。プレッシャーがないですよね。作戦は完璧だったからセーフ。ありがとうございます。ノーアンアルトゲート開いた瞬間出ていく勢もいるので万人はシビアになるかもしれん。私自身はノーアンなくても出ていく勢ですね。脱出ポイントの BP5000 美味しいです。おつおつ。後ろのゴスフェもいい味出してたダブル。ありがとうございます。動画素材自体は用つべで、レンダーゴーストフェイスで検索して出てきたものを拝借して加工した手抜きですが、演出を褒めていただけると嬉しいです。今回のコメント返信ここまで。前回の動画もいろいろとコメントありがとうございました。これからも頑張ります。それではエンディングのお時間です。ゴーストフェイサーズ。Supernatural, whatever you're gonna call, we face.